こんばんは。それでは今夜は少し癒しを求めて久しぶりにシールドウォールですね、こちらをプレイしていこうと思います。前回 ARAR でライブ配信で ARAR は、クリアしたと思うので、今回はこのバトルオブボスゲスですね。で、これは改めてご案内しようと思ってるんですけど、最後のライブ配信では、こちらでコメントが見えておらず、後から調べてみるとコメントをいただいてたようなんですが、いただいた方本当にすみませんでした。またこれは別でもお詫びしたいと思います。では、ボスゲス行きましょう。スタートか。かわいい。久しぶりにプレイするので、全然覚えてないですね。プレスナンバー2ヒアソルジャーなので、1、1でヒアミリタ。で、0で、ヒアディフェンダーということなんで、まあ、ディフェンダーを2人招集しましょう。OK。で、ミリタ招集。最大何名だったっけ？いきなりもう、マックスまで。おー、開けておるな。前回までの戦いで分かったんですけど、この拠点を、なるべく死守しないといけないですね。真ん中に拠点があって、右と左にまたさらに敵の拠点がある。で、F がフォローミー、V がミサイル。おっと、早速いるよ。チャージ、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 あるある。よし、ゴー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 。いきなりいた。数で勝ってる、おそらく。どう？よし、OK。占拠する。また来た緑だ。お、チャージしてる。チャージしてる。私も行こう。どうだ、どうだ。待ってね。ここは、一旦引く。漁夫の利をもらう。ああ、ここ占拠できなかったな。待って。ボスゲス拠点4つしかないですね。D 地点が、ポイントのようだな。1。ミリタ。ミリタ所持。17名。GO! テステードは T だね。真ん中の拠点どうなってる？紫の軍勢が占拠して、C の軍勢、オレンジ色というか橙色というか、が向かってる。その間に練習しとこう。よし！あそこで、勝負が終わった後我らは突貫する。なんという漁夫の利。終わるか？終わる寸前になって。突貫！投げられる！この技を覚えたい。だが分からぬ。よし、いいね。作戦通りだ。占拠する。大体色の軍勢が来るぞ。大丈夫だ。ここ占拠してしまえば。まだか。よし、選挙。援軍。いいね。ここは、どうやって戦えばいいんだろうな。待ってね。よし、ゴー。ここをずっと死守しとく。おっ、D 地点で今、交戦中っていう風になんか出てるな。待ってね。間接攻撃があったはずだけど、なんだっけ？忘れてしまった。お、倒せた。補充。トゥーリミット、オブユニット。ここを守っているだけではどうも、分が悪いような気がする。
なんかいい作戦を考えないとな。だってずっとここで戦ってるだけだから。うん。そうか、タブがあったな。リミットオブユニット、レジオナリー。ゴールドは223。ちょっともうちょっと様子見。よし、敵を引きつける。味方その間戦ってくれ。You are dead! Respawn in time. 3 seconds. ちょっと戦術を変えないといけないですね。スペースか。これは戦術ちょっと変えた方がいいな。このままだと、向こうで戦いばっかやることになるから、敵の拠点を奪いに行こう。D の地点におそらく今紫の軍勢が行ってるはずなんで、我らを迂回してこの拠点を占拠する。しまったが、何が起きた？なんか投げられたのか。で、チャージウェポン X。よし、これで帰れる。この上から投げまくってる君に当てたい。ダメ。うん、ダメだ。よし、占領するのだ。オッケーオッケー、来てる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 ぞ。もう少し頑張って。まだ旗が降り切らないから。オッケー、オッケー、目的は達した。だが、味方全部壊滅してしまったんで、私は逃げる。どうなった？どうなったんだ、今。ダメージ受けたのか。難しいな。残りは、まだまだ時間はあるな。20分以上時間はある。追いかけてくるぞ。オレンジ色の軍勢の君たちが。怒った？よし、軍勢招集。まずいな。オレンジ色の軍勢の君たち。向かってくる。待ってね、待ってね、待ってね、待ってね。ここでホールドかます。来るぞ、来るぞ。射撃用意。縄文が破壊されたと同時に突貫。ゴー！守りきるんだ。守りきれはすると思う。あの紫色の軍勢の動きがどうなってるか、そこを確認したいが。よし、 OK。 ミリタ招集。紫色の軍勢は C 地点に攻め込んでいる。 OKOK、 OK OK、いいよいいよ。で、我々がこの自治点を占拠。現れた。チャージ。占拠できるはずだ。できぬか。退却。頼む。シンガレを任せた。A 地点を奪われるわけにはいかん。強いな。領土を一番多く持ってるのはあの紫色の軍勢だから。よし、招集完了。門をなんか修復しているようだ。待ってね、オレンジ色の軍勢が動いて、紫色の軍勢は逃げてった。逃げてったというか退却した。我らは様子見だ。縄文街。
ふむ。よーし、サイド行こう。オレンジ色の軍勢と紫色の軍勢が戦ってる間に本拠地を奪う。本拠地さえ奪うことができたら相当有利になる味方。門は？ほら、壊れてる。門は壊れてるというか、ディフェンダーすらいない。が、しかし、よし、相手数少ないぞ。お、カウンターできた。タイミングよく攻撃だ。防御の。おっと、あ、しまったー。これは勝ちたかった。いやー、これ本当に考えないといけないな。難しいぞ。で、ゴールド溜まったんで、レジョナリーズ招集しましょう。レジョナリーズは2だね。さあ、カモンベイビー。レジョナリーズは強いっすよ。ゴールド20必要か。ミリタを。ミリタは15かな？よし、5。B 地点と C 地点で交戦中かどうか。まずはそこを見極めて。紫色の軍勢また帰っていった。様子を見よう。あのオレンジ色の軍勢は紫色の軍勢のところに向かっていった。よし。まず、オレンジだな。オレンジの軍勢を撃破しよう。川を渡る。ローマ指揮官。相手の留守を狙って敵本拠地を、まずは攻略。門が直ってる。だが、ディフェンダーはいないようだ。撃破せよ。ガンガン壊せ。裏はどうだ？交戦中だ。いいね。よし、ゴー！なだれ込め。私は占拠する。どう？今回、なかなかいい感じ？いいかも。よし、撃破。あ、撃破じゃない。占領。いいね。で、そのまま、D 地点を奪えば。お、これは、なんかうまくいったか？作戦が。今、オレンジ色の軍勢は紫と交戦しているのではなかろうか。ゴールド溜まっていってる。で、ここでターブ。リミットオブユニット。かます。いいね。あれ？でも増やせない。あ、そうかそうか。せん。いいね。これは、ありがとうございます。さあ、そして、オレンジ色の軍勢の君たち。頑張っているところ悪いが。さあ、行くぞ。アンリッシュヘル。門が閉じた。だが、かまず行く。門を壊すんだ。で、この投げてるやつに当てきれるはずだ。よーし、当たった。もう一発行くぞ。ほい。よーし、OK。行った？私は、集めてこよう。軍勢を。もう、オレンジ色の軍勢はいないよね。よし。部隊招集。で、タブで、さらに、スタンダード、旗をゲット。よし、第二部隊。あ、みんな帰ってきた。違うんだよな。
いる、来てる。よし、私も投げる。カウンターのやり方を覚えたの一番ありがたいな。そして部隊補充で突貫する。な、今君ワープしなかった？よし行くぞ、よし行くぞ。今回はなんか初っ端で倒せるか。よし、テスト度の必要もない。突貫、ゴーゴーゴー。待て。なんかポイントが溜まってるようだが、何なんだろう。こっちは軍団兵だぞ。どこの軍隊かわからんか、ガリア兵だと思うが。行ったか。おお、奇跡の勝利。ありがとうございます。運が良かった。あれ、終わりじゃないの？え、あれ、終わりじゃないの？マップオブザエリア。あ、何今、マップ見れるようになってる。あ、ま、なんだ、まだいる敵が。君か。ディフェンダーが残ってたようだ。どんまい。頑張った。ビクトリー。いやー。可愛いキャラたちの奮戦のおかげで勝つことができました。バトルオブボスゲスでしたっけ？この意味はまた後ほど自分の方でも調べたいと思います。では、今夜はこの辺で失礼いたします。案内人は青森でした。おやすみなさい。